誰もいない教室の片隅に置かれたノートにあなたの名前を書いて消した。ただ気づいて欲しくてあなたに会えてよかったと、あなたの前で言えたなら、私の声があなたに届けないのは臆病で弱虫なウサギだから。桜の花びらがひらひら舞う中で、コサージュが似合うあなたは群がる人に紛れ、浮かべながら笑っている、そうだあなたを遠くから見ることしかできない、私は桜の先、明日になればこの気持ち湧き出てしまってるのかな、もう二度と見ることのないあなたの制服姿が眩しくて、あなたのことを思うほど私の顔が熱くなる、そんな私にあなたは気づかないでしょう、育児ない泣き虫なウサギなのに、見ることしかできなかった三年の月は消して、一人よがりじゃなかったと思い続けた時間は気が遠くなるほど長くて、届いて欲しくて伝わって欲しくて、想いは溢れていく、桜の花びらがひらひら散った頃、あなたに想いを伝えようと、今ある全ての勇気を出して、高鳴る心脈打つことを伝えなきゃ、私の想い、桜の花びらが風に乗って運ばれて、私とあなたの髪がなびく、伝えたいと思えば思うほど涙が言葉を裂けて、震える唇からこぼれたありがとう、好きと言えない桜ありがとうございます。